わー、エロいお姉さんだー。やー、せつなけいすきだよ。前回シャッチーに話しかけて、それなりに話はできたのは良かったけど、なんか最後の方で怒らせてしまった感じで、関係はまだまだ良くなりません。メニューを開いたですね、このポツリっていうね、この世界のでいう LINE アカウント的なものがあったんで、ちょっと見てみました。そしたらね、これまでのなんか、まあ、あらすじみたいな、こんな感じで2人の会話で見えるんですよ。で、一番最後のが失敗って言って、さっきのは失敗ってことでいいんだよねから始まって、とりあえず家に一回帰ろうかっていう話になっとって、なんか次のやるべきことをね、ここで教えてくれとるような感じになっとってね、なんか行き詰まったら多分これを見ればとりあえず次の行動がわかる、次やることがわかるみたいな感じなんだろうね。よし、戻りまーす。あ、ミカドさん戻ってきとるで、帰ってきとるで。あれ、お兄さん仕事じゃなかったっけ。ああ、鳴らしみさねさんか。びっくりした、気づいてなかったんや。話しかけられるまで気づいてなかったんや。ちょっと元気ない、何かあった、女の子に振られた。へえ、女の子なんかいたんだ。いや、ちょっと厄介なことが起きてね。管理プログラムの一部がハッキングされてるみたいなんだ。ハッキング、ちょっとハッキングとかそういうの安全とか言わなかったっけ。ハッキングって乗っ取られてるってこと。全てじゃないけどね、全てだったら恐ろしいわ逆に。でも兄さんが組み上げたプログラム言語って独自のものだし、兄さん以外には誰にも教えてないんでしょ。かなり複雑なものにしてるからね、教えるのも手間がかかるし、だから安全性には自信があったんだけど、実際にはプログラムに直接じゃなくて個人のビット本に直接干渉をしてハッキングを行ってるみたいなんだ。そのせいで発見も少し遅れてしまってね。ハッキングをしている人は分かっているのですか。 ID の割り出しを行えば簡単に出てきそうですが。うん、普通はね。でもあちらの特殊なものを使っているのか、全く割り出すことができなくてさ。ハッキングをされた人は全てこの町の住人だったから、この町にいる可能性は高いとは思ってるんだけど。ハッキングされた人はどうなったのですか。一時的に意識を乗っ取られたりしたりみたいだ。その人が意図してない行動を起こしたりしてね、それに乗っ取られている間の記憶はないみたいだった。それ一番やばいやつ。いろんなことに悪用されるやつじゃん。犯罪行動とかさせられるパターンのやつじゃないもん。他の方にも手伝ってもらうことはできないのですか。さっきも言った通り、僕の組むプログラムは僕が独自で開発したプログラミング言語で作っていてね、僕ができる範囲ギリギリまで複雑にしたものだから、人に教えにようにもかなり時間がかかっちゃうんだ。教えて覚えてもらうんだとしたら、話が一番早く覚えられそうなんだけどな。俺なんでメモするときも手伝ってもらってたし、若干理解もしてたろ。前にそんな話したじゃんか。確かに当たってるって言われて嬉しかったけど、膨大な数ある規則性の一つ二つ分かっただけじゃん。いや、それで十分なんだよ。何も教えずにあの中から規則性を見つけたんだから。ああ、奈良志くんってあれなんじゃ、そういうなんか規則性を探し出す結構数学的な面が強い人間なんかな。まあ今はなんて読むんだ、ミカドくん、なんて読むんだ。難しい漢字を使わないでくれ。てか読み方を振ってくれ、ミカドくん。でも講じておかないと。それから大元の原因を調べることにするよ。それじゃあ僕は作業に戻るね。ここにいるけど透明人間か埃だとでも思ってくれ。俺人のことをそんな扱いしたことないんですけどね俺。先ほどで作業をしなくていいのでしょうか。ああ、ミカドお兄さんは仕事場だと偉い人たちがやんやとうるさくて集中できないらしくてさ、かなり集中する作業の時は家で やっているよ。わかる。偉い人ってさ、現場に来てはさ、何かいろいろ言ってさ、現場の環境を乱すよね。俺そういう経験あるわ。さあ、メサネちゃんどうかした、気分でも悪い。何でもないです。向こうで一休みしませんか。そうですね、ベッドで雑談でもしながら。うわぁ、メサネさんが誘っている、ベッドの方に誘っているぞ。ん、いいけど誘ってるな、ミカ、ミサネちゃん。シャワー浴びなくて
いいかい？ミサネちゃん、やっぱり顔色も悪いし元気ないやよ。大丈夫？インフルエンザ？私の体も状態を数値として見てですか？それとも奈良市さんの個人的な意見ですか？どっちもかな。そうですか。ミカドさんとはいつからの知り合いですか？いとこだし、小さい時かな。気がついたらそこにいたっていう感じ。俺が学校に行かなくなってこっちで休養しないかって提案してくれたり、とても優しいんだよ。こちらに住んでいたわけではないのですね。俺が住んでたのはもうちょっと田舎の方だよ。こんな都会で休めるのかなって思ったけど、まあそれ言ってなかったからあんまり関係なかったね。ちょっともったいないな。前に住んでいたところの名前は？マシロタウンだけど、何か？マシロタウン、なんかポケモンに出てきそうなんやけど、マシロタウンのジムリーダー、ヤマト。いえ、多分記憶がないのでいろいろと混乱してるだけです。すみません、心配をかけちゃって。あんまり無理しちゃダメだよ。俺のことなんかよりミサネちゃん自身のことを心配しなきゃ。奈良市さんはやっぱり優しいですね。奈良市さんのそういうところ好きですよ。わー、ミサネちゃん、出会って会ってそんなに立ってない女の子が好きだって言われたよ。人間か、人間性を好きだって言われたよ。でも優しすぎるのもいけませんよ。気をつけてくださいね。今、七志くんの女の子への対する体勢はないから、こんな言葉でも、ハートビートドックンドックン。何か？何もない！なんでもない！休憩おしまいにしよう。もう大丈夫かな？私は大丈夫ですが、七志さんは？大丈夫だよ。そうですね。また街をぶらついてみますか。夏影さんは機嫌を損ねちゃったので、時間を置いてから話しかけないとうまくいかないかもしれません。わかった。濡れ場がなかったな、結局。あれ？これ君、ロシアの女の子、ロシアの女の子しか覚えてないわ。あ、ママシ、新しい呼び方、ママシって呼ばれたん今。飛ばした時のママシって呼ばれたろ。名前覚えられてないぞ、お前。どうしたの？慌てちゃって。シャー君が、シャー君が。何？これ、このパターンだったら、この流れだったら、シャー君が変な行動を起こしたみたいになっとるじゃないか。さっきのハッキングの件、ハッキングで乗り移られた件を考えたら、何ですか、君が？足を怪我してたです。ああ、ちょっと事故ったんじゃ。歩き方がちょっぴり変人だったから、変人の歩き方みたいな。そんな表現するか、お前。心配になってズボンの裾を開けたら赤く生えてました。その後、夏影さんは私を壁にポイッとして走って逃げちゃいました。壁にポイッとされたのお前。なんなん、気に塗る樹液か何かか、お前は。何か違和感を感じますね。どこへ行ったのか分かりますか？頑張って追いかけたのですが、怪我をしててもシャーク早く足早くって見失っちゃいました。みうみさん、だいぶ疲れているね。少し休んでおかないと、そうそう倒れちゃうレベルだよ。わあ、七七くん、遠回しにみうみちゃんのことをベッドに誘おうとしてるな、お前。さっき、ミサネちゃんに誘われたけん、今度はちょっと似たような感じで誘ってみようと思い始めた。積極的だな、七七くん。え、わかるのです？でも、シャーくんが心配だから、怒らせちゃったから、謝りたいのです。怒られた？ズボンの裾を上げたからかな。いえ、その後に危険なプレイはやめてくださいまし、これ以上は本当に危ないですって言ったのます。ここ最近ずっとイライラしてましたから、嫌なことがあったなら話を聞きますしよって。いい子やな、みうみちゃん。その後、なづけくんは何か言ったの？お前には関係ないからって。うわー、ツンデレだな、シャッチ。ツンデレ系男子だったな、シャッチ。けど、こういう子ってさ、実はこの中では、みゆみちゃんみたいな女の子、友達の女の子のことを大切にしているタイプだからな。みゆみちゃん、よかったな。やはり何かを意図的に隠しているように見えますね。前に会話した時に言ったことも気になるし、やっぱり何かありそうだよな。なづけさん、探しましょう。このままでは、みゆみさんの気分も映えないでしょう。
どうした、七橋くん。うん、どうしようかな。でも、なんか、リア充だしな、あいつ。こんな女の子と友達になれているの、リア充だしな、みたいな感じのことを、多分七橋くんの頭の中で巡らせているよ。どうする？何か。いや、みそれちゃんも、なかなかのお人よしだな、って思って。どうした？弾丸論法でなんか確信をつけた犯人みたいなことを反応したな、今な。みそれちゃん。みそれちゃん？あ、心拍数も上がってるし。もしかして、照れて、胸ぐらをつかまないで伸びちゃう！わぁ、恥ずかしいのを隠そうとして、ちょっと暴力的になっているみそれちゃん。かわいいな。早く行きましょう。怪我をしてるらしいですし、近くにはいるはずです。わかった。みゆみさんはそっちの物陰で休んでて、あんまり無理はしないようにね。俺たちが助けるからさ。はい、ありがとうですな。ああ、結局ベッドに吸い込めずにいたな、みゆみちゃんのこと。まあ、みゆみちゃんはシャッチーの女だから、手を出したらシャッチーに殴られそうだ。病院的なところ、こいつのところおるわけだよな。いくら科学者だけに薬あるかもしれんと言っても、こいつのところは来ないだろうな。わかったわかった、それはわかってる。まあ、来てみたらだけ。どうるんだろうな、だとしたら。病院的なところに行くんが長いだろうけど、ここにまだおるとかそういうんじゃないんだろうか。それはないか。ちゃうんか、やっぱ。お前知らんか？プールの話をしてんじゃないわ、お前は。違うぞ、お前。関係ないぞ、お前。あ、おったおったおった。いや、普通にこんなところおるやん、お前。いました！名付け屋さん。ん？何か喧嘩してる？喧嘩誰と？誰だめっちゃ柄悪い、もうザ・ギャングみたいなやつおるねんか、お前。だからそっちがぶつかってきたんだろ。なのになんで俺が受け取られてんだ。おかしいだろ。お前がノロノロと歩いてきたからだろうが。だから俺が謝る必要なんてねえだろうが。だからそこがおかしいっつんでだろ。何度言えばわかるんだ。お前こそ頭のビットレート数が足りてんじゃねえのか。この世界独特の暴言入りました。ああ、てめえ、それは喧嘩を売ってると受け取っていいんだよな。ストップ！赤いお兄さん、ちょっとこの青いお兄さん、機嫌悪くてさ、頭一が登っちゃって、正式な判断ができないんだ。ほっ！だから、おいが代わりに謝るから、今回は見逃してくれないかな。ああ、いいよ。なんかしらけっちまったし、眠いしな。あばよ。夏影くん。またお前かよ。なんなんだ。用がないなら向こうへ行けよ。おいおい、助けておいて、助けてもらっておいて、それはないだろう。ツンデレめ、お前。ダメだよ。みゆみさんとも約束をしたんだ。夏影くんを助けるんだって。みゆみが？あいつ、まだ外に出てたのか。夏影くんのこと、心配して探してたんだよ。足のダメージ結構大きいみたいだしね。別に大したことない。練習中にちょっとミスっただけだ。大したことある気がたよ。スカイシーランは特に足の力を使うんだから、無理をしたら1ヶ月はできなくなっちゃうよ。ほう、足結構重要なんやな。七橋さん、慌てすぎです。なぜ夏影さんは何かを監督に隠そうとしてるのですか？おい、だって何がどうなってるのか分かんねえんだからだよ。やはり何かあるのですね。まさかさ、これミカドお兄さんが言うてようなさ、あのさ、操られる系のことをさ、夏影くん受けてしまったんか。だからさ、その時の意識がないからさ、なんかなんでこんなことしたのかわからないみたいな。マジで最近変な奴らバックだな。私たちに話してくれる気はない。どうしましょう、七橋さん。そうだな、どうしても聞き出したいって言うんだったら、俺たちが夏影くんのここを読むけど、読む読む。お前、そんな可愛い顔して、なんかえげつないことができるな、お前。人の心を読むって。そんなことができるのですか？言ったでしょ？何でも数字として見えるって。体調や感情はもちろん、その考えも数値として現れてさ。まあ、変化をするには時間がかかるけど、いや、時間がかかるっていうか、そういう問題じゃないわ、お前。そんなことをできないだろうし、普通はできないだろうし、しちゃダメだよ、お前。人の心は見えないから綺麗なんです。
一瞬というわけではないのですね。と、落ち込み気味のあまたに、てれれー、なんじゃこりゃー。この小さな浮遊物は、数値を高速変換してくれるアプリ。名前考えろよ。使いどころがなくて、作って放置したままなんだけど、まあ、悪い風に言えばウイルスってところかな。なんかすごいな。使い方次第では結構便利なものかもしれない。でも悪い使い方をしたらなんか犯罪集がするぞ。お前どういう仕組みなのです？管理プログラムに干渉するのなら先ほど自分でも難しいと言われていたのでは。お兄さんのプログラムならね。でも俺の見える数値を変換するだけだから、プログラムに直接干渉するわけじゃないよ。ああ、要はなんか自分の得意なやり方でやりよるけんみたいな感じなんだろうな。まあ説明するよりやってみた方が早いかな。名付け君にバレないうちにね。なんだ？最近セーミングスクールの仲間たちの様子がおかしい？最近気が悪いのも怪我をしたのもそのせいかな。ああ、つまりあれか。スクールの仲間の方が乗っ取られて、なんかそのスクールの仲間が変なことしたけん、なんかもみ合いになって、結局怪我になってしまったみたいな、そんな感じなんかな。バレた感じで、おーっと、まただ、弾丸論破で確信を使えた犯人みたいな反応したね、君。あ、逃げた。わ、これは図星だ。本人の前で口にしては意味がないでしょ。確かにな。それは、七七君の熟練度が足りなかったわ。あちらは307タワーがある方向ですね。セーミングスクールの方に行ったのかな。なんだか嫌な予感もするな。追いかけよう。追いかけるぞお前。でもその前にこっちに来たからにはこの人の顔を見なければ。あ、めっちゃ上機嫌。ナイスおっぱい。あ、あれ、あれ、みゆみさん休んでてって言ったのに。ほら、もうだいぶ限界みたいだし。あ、誰だ。あ、あのお姉さんのお知り合いですか。何この、男の子か女の子かわからないような。言ってしまえばあのバカのテストの召喚獣の秀吉みたいなタイプの女の子は。女の子か本当に。わっ、びっくりした。すみません、僕は小さいから。お姉さんの気分が悪そうだったので付き添っていたんです。おお、 こんな男の子か女の子がわからないような子に付き添ってもらえたらなんかすごいときめいちゃうな。男の子でも愛しちゃうよ。そっか、うん、おいたちが来てからもう大丈夫だと思うよ。そうですか、よかったです。それじゃあ僕が配達があるので。誰だったんだ今のは。今のは多分僕って言ったから、もしかしたら男の子かもしれないが、女の子っていう可能性もあるからわからないな。でもどっちかわからないけど、可愛いってことだけは理解した。うん、みゆみさん大丈夫？そこの建物の陰に移動しようか。ごめんなさいですの、約束を破ってしまって。チャックの姿が見えたのでつい追いかけてしまい。こっち来たんやな。少し名付けさんについて伺ってもよろしいですか？私がわかる範囲でありますれば、例えばシャー君の性癖とか好きな女の子のタイプとか、お尻にほくろがあることとか。めっちゃ知っとるやん。前に最近名付け さんの様子がおかしいと教えてくれましたよね。どんな風におかしかったのですか？そうですね、いつものシャー君とは違った感じですの。あんなに乱暴なプレイはしませんでしたのの。練習以外では変わりはないのですけど、誰かに操られていた風ではなかったですか？それって、あ、七七君も気づいたか。そのことについてはズバーンと言えないのですの。数度見ただけで、その後は練習を見せてくれなくなりましたのです。ミサネちゃんはスマイナツカイ君がお兄さんの言っていたハッキングの被害に遭っているってことが言いたいのかな。確証はありませんが、今ミカドさんに連絡を取ることは、ポズリーを使えば反応が返ってくると思うよ。何か聞いたいことがあるの？もしかしてミサネちゃん、お兄さんのことが気になるの？お兄さんの好みとかそういうのを聞こうとしてるんじゃないの？お願いします。ハッキングにはウイルスが用いられていますか？
オリジナルのウイルスが用いられている可能性は高いね。本人のビット法に直接干渉しているから、その付近にハッカーがいる可能性は高いのだけれど、例えば一人が乗っ取られたとします。その一人からウイルスが拡散され、また別の人へと感染することはありえますか？チェーンメール的な感じか。チェーンメール的な感じで、いろんなところからさらにいろんなところへ行く感じのやつか。ああ、それもありえるよ。そうだとしても本人の無意識だろうけどね。まだこのウイルスについては完全に理解していないけど、その場合感染した方は本人よりは浅く、操られている時間とは短くなると思う。そこまでわかるんじゃ。記憶、ウイルスの感染か。ありがとうございました。それでこの情報が何かになるの？まず、あのスイミングスクールの人たちがウイルスに感染している可能性が大きいです。そうやな。そしてその大元が夏影さんだという可能性もですね。あ、そういうことか。夏影くんが一回感染して、そっちから分散していたパターンのか。夏影くんが発見をされていて、そのウイルスを拡散しているってこと？先ほどみゆみさんも言っていました。いつも夏影さんと違っていた。それに仲間たちの様子がおかしいと夏影さんも思っていたはず。ウイルスの拡散は本人の無意識だとミカドさんも言っていました。それに操られている間の記憶はないと。そうか、夏影くんと仲間は両方にかかっとるってこのパターンもあったんやな。そういや、俺にも何がどうなってるかわからない。これは記憶がないからこその発言なのでは。何か引っかかるんだよな。何か違うっていうか、夏影くんじゃない気がする。その何かとは？何かだから、はっきりとは言えないんだけど。はっきりとさせましょう。夏影くんを捕まえるのか、それもとも助けるのか。決めておいた方がいいかもね。意見が割れちゃ次の行動にも困るだろうし。え、待って、それ二人が決めるんじゃなくて俺が決めるんじゃないの？刹那圭介や、プレイヤーが決めるんじゃないの？ちょっとお前らで決めろよ。俺は決めんからな、お前。なんでこういう時にさ、ゲームのキャラクターってさ、あのプレイヤーに判断委ねてくる。自分らで決めればいいのにって思うんやけど、どうなんだろう。そうですね、今までのことをまとめて話し合いで決めましょう。夏影さんがハッキングの大元であるのか、そうでないのかを。オッケー。じゃあみゆみさんはどこか建物に入ってて、それ以上体を悪くてもいけないから。はい、失礼しますの。とか言って、みゆみちゃんまた出てくるんじゃないな。何これ。ああ、情報をちょっと確認しとけっていう感じか。じゃあ確認しよう。この2つはもう、この4つはもう関係ないと思うけど、これは除外。ハッキング、近くからハッキング、仲間の様子がおかしい、心配。ハッキング